そう、僕の太陽が流れた瞬間もうなんかテンションが上がっちゃうテンション上がりすぎてもう本当にちゃんと歌えてるか心配になるぐらい、踊れてるか心配になっちゃうぐらい好きな曲かも。しあけさん、ジュリエット前にしみさらさんがセンターだったからいつかディーツクルクルさん、しみさらさんでもできる、確かにやってみたい、高校3年生組でしみさらさんまた僕の太陽公演出演そうでもね、しみさらさんとね、そうその話したんだよね、ディーツユニットなんだったみたいなお話して、それで、あジュリエットでしたって言って、そう、それでね、しみさらさんも踊ったから一緒に話したんよね。なるみさんのリーチめっちゃ可愛かった、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます、本当に嬉しいです、そうやって言ってもらえて本当に本当にありがとうございます。ルパンさんお疲れ、ありがとう、なんだこれ、頑張った頑張った、ありがとう頑張ってきました。ルパンさんがいない現場なかなか久しぶりな気がしますね。おいでます元気さん、たくさんバラありがとう、今日もありがとうちゃんと歌声も聞けた、あ確かになんかソロでね歌うところがたくさんあったからね、自分の声いつもあんまり聞こえないっていうか分からない、区別つかんって言われちゃうことが多いから、そうだからね今日は自分の声が届いたかな届いたらよかったですみさみさんありがとう、ありがとう、今日もありがとう、楽しかったね。石剣マシンさん頑張りましょう、頑張りましょう、頑張ったか、頑張った、ありがとう、お疲れ様。まさびょうさんお疲れ、たくさんありがとう、お疲れ様でした、ありがとうございますそうね、生歌だったからね、そうそう、まあ、もちろんだけど歌詞も絶対間違えらんないし、そう歌い方もね結構大事だなって思った、曲によって結構歌い方が変わるじゃないですかそうだからね、めっちゃ歌も頑張ります、歌ってかなんだろう、なんか今までの公演の中で一番歌を頑張った気がする、ダンスもそうだけど、でも歌にこんなに集中したっていうのか、なんか歌をこんな集中したのは初めてな気がしますどうでしたか、リエチのひまわりやらジェットコースターやらそれで歌う部分が多かったですが真くんさん歌声聞けるの嬉しくて止まらない気持ちになったな、配信、あでも全然配信の最善で見ていてくれたんですよね、もちろんだいちゃんさん MC も良かった、え本当ですか、 MC できてた、ちょっと心配だったんですよね私、ゆうなんと MC ねいっぱい結構な時間あったんですよね、でもあの時間ねお互い結構不安だったんですけどできてたかな、ビンゴの神さんリーチコールすごかった、私も頑張りました、本当に本当にちゃんとやった嘘です、ありがとうございます、本当に嬉しかった、やっぱリーチって呼んでくれる声が聞こえると嬉しいです、本当に、ね、本当に心の底から嬉しいと思ってますよ、伝わってるかな
ひまわりぴったり、え、本当ですか？ひまわりね、嬉しい。麦わら帽子かぶったんですよ。でもポニーテールだったから麦わら帽子大丈夫かなって心配だったんだけど大丈夫でした。南光さんジュリエットかっこよかったです。え、本当ですか、嬉しいそう、結構かっこいい系の曲なのでね、いつもよりもちょっと声とかも気をつけて、表情とかも大切に頑張りました。久々、君だけが僕の太陽で指さしてくれたの今まで一番嬉しく、え、本当に。そう、私も久々さんがさ、そう、すごくね、なんかもうなんだっけ、あ、もうちょっと分かんなくなっちゃった。そう、でもね、そう、みさみさがディエのことめっちゃ見てくれててくれたから嬉しくってルパンさん、リーチコール足りなかった、やっぱあれがいかなく、あ、じゃあ次は待ってますね、と大きな声でお願いしますねもうちょっとのさ、ひまわりの衣装確かに私服感あった。え、待って、なんでそんな覚えてるんですか、もう忘れてくださいよそうそう、そんな話もしましたねマニキャットさん、こんばんは、こんばんは、はじめまして、シティフォーティエイトさん研究生の藤井理恵です。ゆっくりしてってくださいどんたんさん、お疲れ。ちひまわりだと思ったらやっぱりひまわり、え、本当ですか、ひまわり、じゃあなんかみんな予想してたんですかね。赤猫さん、気づけばリーチばかり見てました。え、本当に嬉しいです、本当ですかあ、猫さんやんまたお名前変えたのね。ビンゴの神さん、2人の MC 一番も心配だったらしい、だって。あ、本当に、イッチにも心配されてしまいましたか。いや、でもなんか、そう、私も意外と心配だったのよ、 MC、 そのユーナと話すとき結構長い時間の MC だったし、その後の早着替えも あったし、あるのがもう分かってたし、そう、しかもリハーサル早着替え間に合わなかったんですよ。だから、え、もうやばいと思って、もうそれも頭にあったしって思って、本当にいろいろ不安だったんですけど、意外とステージに立ったらユーナといろいろおしゃべりできてよかったです。成長したかなビンゴの神さん、ダンスも歌も良かった、素晴らしい。そんなに褒めてくれていいんですか、ありがとうございます。本当、私自信持っていいよ、ありがとう優しいですね、皆さん。カメラ追尾完全に習得したんだ。本当、でもなんか分かんない、まだ自分がどういう風に映ってたか見てないから分かんないんですけど、できてました。でもちゃんとカメラ見れるように、余裕は別にない、余裕はないんですけど、でもできる限りカメラも見れるようにって思って、そう、配信で見てくれる方が多いじゃないですか、結構。そう、だからそういう方にも楽しんでいただけるように、自分が歌うところはなるべくカメラを見るって思って意識して頑張りました。キヨさん、藤井さん大丈夫って言ったの。そうなんですか、そう、 MC の時にさ、藤井さん大丈夫って言われたからさ、そう、びっくりしたんよ。そう、いや大丈夫じゃないけどって思って、そうそうそう、キヨさんだったのねそう、ちょっとね、ドキドキの MC でした今日はみさみさ、あ、そう、なんかファンの方のところにも結構照明が当たってたよね、自分も思ったそれあ、まさぴょんさん、
白熊たくさんありがとうありがとう。研究生品定め中、そうなんですか、品定め中なんですね。じゃあぜひぜひリエチに清き一票なになになに、パンさんリーチしか勝たんわ。あ、本当ですか、本当に本当に思ってくれてるのかでもちょっとね、あれですね、ちょっとルパンさんはね、ちょっと優しい心を持ちすぎるがゆえにねキッチンさんカメラに向かってウィンクできてた。え、そうなんですよ、え、バレたまさかさ、チーカーのヘアバンドは僕です。そうなのね。え、そう、めっちゃさ、めっちゃさ、近くに、前の方に、前にいたじゃないですか。だからさ、嬉しくってさ、本当に。ありがとう。本当に嬉しかった。そう、チーカーはね、めっちゃ目立ってましたよ。もうね、なんか、すぐそこに目がいっちゃう。あ、チーカーありがとう。本当に。楽しかったです。楽しかったですか？あ、松30周年の銃たくさんありがとう。そう、レイダウンね、レイダウン、そう、あずみんさんがねジャケットをあ、10周年のくまさんもたくさんありがとう、お疲れ様ありがとう。ホフマンさん、アーカイブ見る、あ、ぜひぜひレイも見たいですフフフフ、今日もう朝からね、今日何回、なんかね、今日だけで踊るの3回目なんですよ。1回なんかリハーサルして、次はなんかあのなんだっけ、なんかゲネなんとかみたいなゲネリハみたいなやつやって、で次に本番だったんですよ。だから今日だけで3回も全曲やってるんですよだからたくさん踊りました、今日は。あ、ゲネプロって言うんですね。ゲネプロ、あ、そうです。ゲネプロって言うんですね。ゲネプロ。ゲネプロから。やばい、恥ずかしい。聞いてなかったことにして。ゲネプロって何ですか？用語がわからないです。そう、でもね。そう、だからたくさん踊りました今日まだおでん買ってないんですよ。おでん食べたい。でもポニーテールで頭が締め付けられて激痛そう、でもやっぱポニーテールは踊りやすいですね。そう、でも本当にさ、終わったからさ、一旦今日の公演は終わったから言えることだけどさ、言えることだけど、本当にもう竹内先輩が間に合わんかったからリハの時ね。だからもうそれ以降本当にもうそのことしか頭んないってぐらいだったんだけど、本番間に合って本当に良かったです。
と、もう落ち着いて落ち着いて落ち着けばできるかなみたいな、間に合うかなみたいなことを着替えながらずっと言われてました。うん、すごいレイダウンのリーチ開けといたら、え、本当ですか？ちょっと見たくない、ちょっとレイダウンを、ちょっと自分のレイダウンはちょっと見たくないです、本当に。もうちょっとまだね、恥ずかしい気持ちが少し抜けてない、抜けてないっていうか、別に踊ってる時は感じんけど、後々見るってなるとちょっとね。レイダウンまだまだやな、頑張れ。お、厳しいお言葉ありがとうございます。竹内先輩の衣装可愛かったね、すごいなんかコートみたい。なんかかっこいいな。え、どこがですか？どこかですか？ジャクリ派はね、いやでもそう、いやみんなは一回レッスン上でもやってるんだけど、自分が着離派の時レッスンに行けなかったから、そうだから今日をステージ上でやったのが初めてでした。焦った本当に、結構途中でコート脱いだりベスト脱いだりみたいな早着替えだったり、そういうところが多いじゃないですか、焦りましたね。今日はずっとリーチガン見してたから目が痛いよ、だって嘘つけ。あんなキラキラなキラキラなド派手の坊主持っちゃってね、リーの名前じゃないのに。ランランランね、私もめっちゃ好きです、踊っててすごい楽しい曲。ヤンシゲアキさん結婚して、顔から卒業するまで待って。そう、学生組なんですよね、時は MC で話して、マッチさんたくさん10周年の10ありがとう。なんかもうマッチさんの10周年の10が多すぎて、これ10周年タワーができちゃいそうなぐらい、ありがとうございます。あ、ルパンさんレインボースターたくさんありがとう。お腹空きましたねちょっと。赤とピンクのペンライトね、え、嬉しかったんですよ本当に。なんか、え、なんだろう、なんかそのファンの方のコールだけ聞くと、あれ今日私のファンの方あんまりいないのかなみたいな感じで思ったけど、でもペンライト見たら、あれでもたくさんいるなって思って、だから嬉しかった。いや今日はみんな喉が痛いんだなって思って。
今日はちょっと喉が痛かったんかなってことでそう、でも自分のペンライトが一番よく見えますね。久々、馬ありがとう、何の馬でもユニットはどうなんだろうね、これからもさ変わるんかな、変わるんか、もうずっとこのユニットで行くんか、どうなんだろうね。くまねぽさん、安住さんに脱がされそうなって拒否したの？拒否してないですよ、もうされるがままでは安住さんとあの背中合わせだったんですよ。背中合わせってか、リュウがこう背中向けてて、安住さんがこうジャケットを脱がすみたいな感じだったんですけど、もうされるがまま そうだね、確かに確かに、ゆいたんとね、ゆいにゃんが、ゆいたん、ゆいたんとゆいにゃん、ん、ゆいたんとゆいにゃんでいいのか、そう、ゆいたんとゆいにゃんがさ、あれだから次はゆいたんとゆいにゃんが出るんかね。確かにね、そういうことなのかな、どうなんだろう、自分たちもまだね何も言われてないんですよ、誰が出るのかも知らないからね、それまで、まあ、発表されるまでお待ちくださいって感じです。自分たちもわからないけどえ、待って、マッツさん本当にもう10周年、もうここが真っ赤っかだよ本当に10周年タワーが実現してしまいそうん、いやでも本当にもっとね成長してまたね皆さんに会いたいです。次はねもっとね余裕のあるリーチを見せたいです今日はね結構精一杯って感じだったから、でも楽しかった、めっちゃ楽しかったんですよ本当に。もう私僕隊がめっちゃ、僕の隊がめっちゃ好きな曲だし、踊るダンスも楽しい感じだから楽しかったです。自分がそう瀬戸内ツアーの時も踊ったじゃないですか、どこのポジションでも楽しいかな そうだね、次もまた見たいねって思ってもらえるように頑張らなければですね いやでも今回は本当に結構あれですよ、自分的にはいやまだまだあのやらなければいけないことはたくさんあるんですけど、まず一つはカメラ目線をするっていうの、自分のたわりの時はカメラ目線をするっていうのを習得できたんじゃないでしょうかどうなんだろう、できてるんかな、こうやって全然見れてなかったらあれだけどあ、大ちゃんさんありがとう、教えてくれて、お話し会再販中です、月曜日までです、皆さんよろしくお願いします、ありがとう告知してくれて、じゃあ皆さん今日の僕の太陽公演の感想でも一緒に語り合いましょうお話し会も待ってますこうやって公演に来てもらえるのも嬉しいけど、やっぱり1対1で
お話しできるのはね、お話し会のみなので待ってますね。ありがとう、教えてくれて。皆さん会いに来てくれたら嬉しいですヤシケイさん、配信見てたけどカメラ目線完璧でした。本当に嬉しい本当だ。セルマサキさん、結構カメラ目線できていたよ。じゃあちょっとは学べたかな、学べた、習得できたんじゃないでしょうかカズポさん、公演良かったよ。ありがとうございます。お疲れ様でした。楽しかったですみさみさ、カメラに向かってウィンクしてた時は拍手しそう。なんでわかるん、すごくない？だってさ、カメラ見てるってことはさ、ファンの人の方はさ、見てなかったってことじゃん、その時。すごい、よくわかったんだね。よくわかったね。そう、すごい。いや、なんかどこかの曲で一回やってみたいなって思ったんよ。思ったんですけど、気づいたらもう、ビンゴ、なってて。あれ、いつやればいいんだろう。でもこの歌詞を、かの歌詞でなんかウィンクとか違うしなと思って夜明け待つ人がいるってなりましたあと3分教えてくれてありがとうそうだね、アーカイブも私見たいですね。私もね、ちょっと自分がどんな感じで踊れてたか見ようと思いますどんな MC 名が呼ばれたの話かよ。お見合いなら、どういうこと、お見合い最後のウィンクありがとうございました。じゃあそろそろ誕生日見たいと思います。それでは13位大津あとうさん、ありがとうございます。12位高谷さん、今日もありがとう。11位やしげきさん、ありがとうございました。10位みさみさん、ありがとう、お疲れ様。9位大ちゃんさん、ありがとう。8位おいでます元気さん、ありがとう、今日は楽しかったよ。7位とどみちさん、ありがとう。6位くまねばばさん、ありがとう5位いしけんましんさん、ありがとう4位まもちゃん、ありがとう。ディエのペンライトも持っててくれてありがとう3位まさぴょんさん、ありがとう。今日はもう本当に近くにいて嬉しかったです2位ルパンさん、ありがとう。そして1位はじゃかじゃかじゃんじゃん、マッツさん、ありがとうございました。マッツさん、たくさん10周年の10ありがとうそうで、誕生日イベントを含めお礼配信がね、まだできてないので、舞台公演も一旦今日で終わったので、お礼配信をね、しようと思います。そう、次、いつやるって決まったらメールで送るので、メールか配信とかで言うので、少々お待ちください。島田さんもよかったって言ってたよ。スマホ壊れたらしいの。あ、スマホ壊れちゃったの？そうなの？よかった。でも、よかったよって、よかったって言ってくれたならよかったです。ヒューポンディーチ出るなら、本当に来てほしいですよ。本当に今日なんでいなかったんですかおやすみなさい、ありがとう。みんなも今日は疲れたと思うからゆっくり寝て休んでくださいお疲れ様、ありがとうおやすみなさい